皆さんこんにちは、今回は久しぶりに家畜市場の様子を撮影していきたいと思います。今日は山形沖田の家畜市場の、7月の市場が行われる日です。我が家からもその市場に、8頭の子牛出荷する予定でいます。生まれた時はまだこんな30キロぐらいの大きさの子牛でしたが、現在約10ヶ月間飼育して300キロぐらいの大きさの子牛になっています。みんな元気に、今まで育ってくれた子牛たちです。無事に購買していただくことができるでしょうか。その様子撮影していきたいと思います。それではご覧ください。
はい、ということで、このようにして無事に試乗は終了しました。我が家から出荷した8頭の子牛も全て購買していただくことができました。誠にありがとうございました。新しいところに行ってもまた活躍してほしいなと思っております。それでは、今回の試乗の結果発表していきたいと思います。まず、我が家の結果から、我が家の結果はこのようになってました。最近子牛価格が下落中ということもあってこのような結果となりました。はい、続きまして、市場全体の平均価格はこのようになってました。こちらの方も最近全国的に子牛価格が下落中ということもあって、このような結果となりました。去年の春ぐらいから徐々に子牛価格が下がりだして、また今回も前回の市場から少し下がって、ここ数年で一番の安値となったような市場でした。2年前ぐらいまでは結構子牛価格が、高値で取引されていたんですが、その頃と比べるとだいたい15万から20万ぐらいは安くなってるんじゃないかなと思います。子牛の価格はこう結構年によって変動あるんですが、加工中ということでどこまで安くなるかちょっと心配ですけども、どうにか乗り越えて頑張っていきたいなと思います。それでは市場の結果報告はここで終わりにしたいと思います。
続きまして、少し今後計画していることを紹介したいと思います。我が家では今回のように子牛を約10ヶ月ぐらい育てて市場に出荷する繁殖農家といわれる農家です。その後子牛たちはほとんどが肥育農家さんに買っていただけるわけなんですが、その肥育農家さんでは子牛を肥育して丸々太らせて、その後お肉にするわけです。そこのところ私はほとんどというか全然携わったことがないので、全然詳しくありませんので、今度肥育農家さんのところを訪れて見学させていただこうかなと思っております。今回出荷した300キロぐらいの牛が多分肥育されると倍ぐらいの大きさになっています。かなり迫力があると思います。皆さんもあんまり見たことないんじゃないかなと思うので、その様子も撮影していきたいと思っておりますので、興味がある方はぜひその動画もご覧ください。いつになるか分かりませんが今後の計画です。ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。